ボールは敵陣の24ヤード地点、法政大学ファーストアンテム。法政大学第1弾の攻撃ランプレー、ランニングバック29番笹尾文也にボールを渡しています。先ほどの攻撃5ヤードの前進、法政大学第2弾、ファーストアンドに残り5ヤード。マッチタイムです。クォーターバックのピッチを来まして、エンドゾーンに駆け込みました。9番吉水健人。